もうマジークは目の前だけど、みんなを召集したのは知恵を貸してほしいからなの。何か困ったことでも？ちょっとね、手詰まりというか、マジークでの戦いについてカーチューサといろいろ検討したんだけど、今までのような奇策は使えそうにないという結論しか出なかったの。はい、作戦立案で値を上げるなど本来あってはならないことなのですが。何の作戦も浮かばないということですか？そうなのよ。困ったことに、指定された日時の当該宙域には奇襲に適した遮蔽物が何も存在しないの。隠れて接近することもできなければ、伏兵を配置できる資格もない。いわば広大な平原のような宙域を指定されちゃったわけなの。もちろん先に敗れた二公爵たちのデータを吟味した上の選定なんでしょうけどね。抜け目ない男ね。出発をせかさなかったのは自分の準備を進めるためってこと？ええ、この宙域で艦隊を展開されたら隙を見つけるのは難しいでしょうね。だからみんなに私たちが見落としていることがあれば指摘してほしいの。勝率を少しでも上げるために。あのさ、質問いいかしら？もちろんよ、テキーラさん。マジークは完全に沈黙してるわけ？例の動力封鎖か何かで？艦船の航行と通信は抑えられているわ。それに光線があった形跡もない。やはりセルダールや他の惑星と同じく動力機関に干渉されていると見ていいでしょう。それは少し変よ。え？まず疑問その1、どこで手に入れたのかわからないけど、敵は動力機関を封鎖する手段を持っている。アジートもピコもこれで抑えられた。そうだったわよね。でもマジークの動力はほとんどが魔法だから、同じ要領では抑えられないはずよ。魔風結界を張ろうにもアライアンスにはすでに魔法使いはいないみたいだし。確かにそのあたりは不明な点ではありますが、今回相手が使っているのはそもそもが出世もわからぬ未知のテクノロジー。魔法動力を抑えることもあるいはできるのかもしれません。なるほどね。確かにその可能性も否定はしないわ。でも不審なことはもう一つあるの。マジークって言ったら魔法使いの聖地、優秀な魔女がわんさか住んでるの。見かけ上は結構なおばあちゃんも多いけど、血の気は結構多かったりしてね。そうか、中にはテキーラたちの師匠だって。ええ、この魔女たちが頭の上を制圧されていつまでも黙ってるとは思えないわ。ジュニエブルに勝てないまでも、普通なら何かしらのアクションを起こしているはず。光線の痕跡が全くないというのは妙なのよ。ねえ艦長さん、私偵察に出ちゃダメかしら？え、あなたが？ダメ元でちょっと様子を探ってみたいのよ。敵に見つかったらすぐに逃げ帰ってくるわ。そうね、このままじゃ作戦の立てようもないし。でも逃げると言っても簡単じゃないわ、かなり危険よ。それは承知の上よ。白波、付き合ってくれる？もちろんだよ。テキーラを一人で行かせるなんてできない。サンキュー、助かるわ。だったら僕も補助につこう。ホーリーブラッドならついていける。万が一逃げることになったら、その時は僕が撹乱しよう。そう？それじゃああんたにもお願いしようかしら。いいかしら、ナッツミルク。3人とも何よりも安全確保を第一に。無茶はしないこと。いいわね？了解。よろしく頼むわ、マテウス。ああ、よろしくテキーラ。遠距離スキャンしただけでも無人艦がまんべんなくいるわ。こんな数と正面からぶつかったら死ぬわ。どうしたのかしらね。この辺りはまだ遮蔽物になる小惑星も少しはあるけど、惑星マジークの近くには簡単には近づけそうにないね。クロノストリング反応を検出されたら僕らだってことは一目瞭然だ。くれぐれも
敵艦のセンサーの範囲には踏み込まないようにしないと。そうは言ってももうちょっと近づかないと魔法が使われてるかどうかも分かんないわ。そうか、じゃあなんとかするしかないな。できる。うまくセンサーから外れたところを縫うように飛べばあと少しは接近できるはずだよ。そっちはホーリーブラッドをオートトレースすればいい。ついてきて。オッケー。うん、さすがね。いつ見てもこの操縦テクニックはすごいとしか言いようがないな。海賊以来役に立つシチュエーションが多くて嬉しいね。あら、あんたもそんな口を聞いたりするのね。なんだか意外だわ。どうも。もしかしてロゼルとテキーラってまだあんまり話したことないんじゃない？そうだね。テキーラはいつも戦闘の前に出てくるから話す機会が限られてたな。そう？まあ私にはあの子の記憶が受け継がれてるし、あんたのことはある程度分かってたつもりだったんだけどね。ああ、それもそうか。テキーラ、少し立ち入ったことを尋ねてもいいかな？ん？いいけど、何でも答えるとは限んないわよ。あの子の時のスリーサイズは変わるのかとか、そんなのは無視。いや、それは聞かないよ。冗談なんですけど。微妙。テキーラとカルーア、一つの体に宿る二つの人格は一人と考えるべきなのか、元の心は一つだったとするか。確かに立ち入った質問ね。真面目に答えるなら、私はあの子に代わって魔法を使うために生み出された人格ね。生まれたての私はあの子の心の裏返しでしかなかった。二人で一人だったと考えるのがしっくりくるでしょうね。でもあれから随分時間が経ったわ。私にはあの子の記憶がある。私の記憶は私だけのもの。そうなると二つの心は違っていくわ。別の思い出が積み重なっていく。それはつまり今は二人になったということ。そうね。記憶や人格といった意味では私たちはもう確実に二人。でも互いが支え合って生きているのは事実だから、そういう意味では未だ一人ということもできるわ。なるほど、難しいね。でもありがとう、少しは理解できたよ。どういたしまして。ストレートな質問って嫌いじゃないわ。マテウス、ストップ。これは多分これは魔風結界の一種ね。でもこんな屈式は見たことも。テキーラ大丈夫よ。私の中の魔力に少し干渉してきただけ。なるほどね。これがマジークの周りにあって魔女たちを封じ込めているってわけ。この距離でこの干渉力、でも足も出ないわけだわ。どうするんだ。魔風結界には必ず急所があるはず。そこをつけて結界は破られるわ。ただこのタイプの屈式は私にはわからない。あの子じゃないと。スペルキャスターのセッティングをあの子に切り替えるわ。え、ここで。ええ、カルーアに戻る。それであの屈式を叩き込ませるわ。知らぬ間あの子に結界を確かめさせて。了解。ここは。あら、私どうして。カルーア、あの結界を見てくれ。結界？あれはなんてまがまがしい。屈式を覚えたら離脱しよう。さすがに長時間ここに留まるのは危険だ。カルーア、もう覚えた？はい、大丈夫です。あの人の意図は分かりましたから。よし、ルクシオールに戻って報告しよう。ロゼル、先導頼む。了解。ジュニエーブル様、カルバズス様とベネディクタイン様より通信の要請が入っております。いや、切っちゃって。どうせ泣き言に付き合わされるだけだし、こっちは今忙しいからね。はっ。あの二人まだ自分たちに鍵を得るチャンスがあると思ってるのかな。
僕の敗北を夢見てたり、そんな可能性にかけちゃったりしてるのか。ナンセンス。脳みそ筋肉男に小心者のご老人、君らと僕が対等のわけないだろう。魔風結界はマジークの魔女たちを封じ込めるだけじゃない。吸い取った魔力は僕の艦隊の守備力に転化されるんだ。通常の倍近い防御性能を得た大艦隊を相手にして、ルクシオールに勝機はない。チェックメイト。鍵を手にするのはこの僕さ。フフッ。カルーアさんの分析で相手の魔風結界の特徴とその弱点が判明したわ。狙うはただ一点、その弱点よ。わかりやすくていいぜ。ああ、今までの戦いに比べればまだ勝機がある。そうですね、やりましょう。希望はあります。フォローならお任せください。それじゃあナノナノは守備をお任せなのだ。責任重大ね。でもやってやるわよ。よし、みんな行くぞ。五分を。あ、夏目、もしかして見送りに。あらあら、いざよ言ったら可愛いとこあるじゃない。そんなわけなかろう。たまたま散歩に出ただけじゃ。とにかく帰ってくるのじゃ。ジュニエブルをへこましてこい。うん、公女のお叱りを届けてくるよ。約束じゃぞ。無事に戻ってこい。ああ、必ず。戦いが終わったらケーキでも焼くよ。楽しみにしておる。甘くしての。かわいいわね。頼むよテキーラ。任せなさい。理論的にはバッチリだからね。勝利より紋章機の発進を確認。どっちに向かってる？あ、当館に向かってまっすぐと。あ、いや、方向を変えました。当館から見て二次方向に転進。うん。ってことはあれに気づいたんだ。エンジェル隊の中に魔女がいるのは調査済み、あるいはバレるかもと思ってたけど、やるね。でもたとえ急所が分かったとしても、君らにこの結界は破れはしない。全艦隊、2時の方向に転進。紋章機への包囲を狭めよ。ゆっくりと押し進み、
殲滅する。はっ。夏目、君はきっとルクシオールを降りてないんだろうな。さよならだ。そろそろかな。あの子の計算通りなら、あんたはあれよ、この印が魔風結界の鍵になっているはず。私がこれを何とかすれば、カウンター魔法で印を消すわ。みんな、その間スペルキャスターを守って。了解。リコ、大丈夫？はい、でも、全然攻撃が通りません。すごい数が押し寄せてくるぞ。このままでは NG だ。なんだこいつら、やたらかて。矢が追いつかないなら、まずいのだ。このままではろくに持たない。急いでくれ。急いで、テキーラ。みんなが守ってられるのも限界が。ダメ。え、なんてこと、印が解けない。相手の魔力の方が上手だわ。なんだって。何度唱えても弾かれる。こんな強固な印は初めてよ。まずい、失敗なのか。ジュニエーブル様、敵紋章機を包囲いたしました。うん、それでいい。エンジェル隊、君たちは急所を見つけた。そこまではよくできたと褒めてあげるよ。でも、その急所は君らごときの力で壊せる代物じゃない。壊されることのない急所。それを世間でなんていうか知ってるかい？おとりさ。カズヤ、これは罠だ。ジュニエブルは僕らにこれが壊せないことを知っていたんだ。周囲を囲まれる。脱出するんだ。いや、NG だ。すでに突破できるような隙はない。こっちもダメです。どこも敵の戦艦でいっぱいです。完全に囲まれたのだ。ちくしょー。ここまでなのか。そんな、この印さえ壊せればなんとかなるかもしれないのに。テキーラ、どうしたの。テキーラ、カルア、どうしたんですの。カシキの書き換えは。こっちが聞きたいよ。急にテキーラが悲鳴を上げて。悲鳴と、とにかく早く紋章機のセッティングをカルアに変更して。ええ、それはもうやりましたけれども。困りましたわ。悲鳴を上げたということは、おそらく相手の魔力に負けてしまったということ。精神面にカウンターダメージを受けて、強制的に私に変わってしまったのですわ。なんだって。やはりあの人の意識を眠っています。今、あの人は気を失っている状態ですわ。気を失っているだけ。テキーラも一応は無事なんだね。ええ、でもすぐには変身できません。まずいな。テキーラが戦闘不能じゃ印を解くことができない。まだか。もう限界だ。お願い、早く。カルア、君自身は無事なんだね。ええ、私にはダメージは来てません。お願いだ、この印君が解いてくれ。テキーラが気を失っているなら、今この場で魔法が使えるのは君しかいない。お願いだ、カルア。私には。カルア、みんなを助けて。テキーラもそれを望んでる。はい。銀に宿りし悪しき魂、今こそ我が導きに従いて正しき道を行け。ビヘネース。なんだこの反応は。魔風結界が反転する。バカな、あの印を破るなんてありえない。あの禁術をも超える魔力の持ち主なんて、そんな人間がいるわけが。
けていた魔女どもの力。まずい、これじゃ形勢が。こんな僕までもがこんなことって、そんなバカな。すごい、テキーラですら溶けなかったインをほんの一瞬で。ガルーア、はい、自分でも驚きました。なんだかうまくいったみたいです。おい、やったな、こいつら急にヤワになったぜ。攻撃が通用します。よし、反転攻勢だ。敵紋章機周辺次々とやられていきます。ルクシオールが本館方向に動き出しました。現在距離2万。まだだ。僕はあの二人のバカとは違う。主力を呼び戻せ、立て直すんだ。まだかつては負けていない。全艦ルクシオールだけを狙え。みんな、作戦は成功よ。テキーラさん、よくやってくれたわ。はい、一生分の王を使った気がしますわ。カルーアさん、ちょっと待て、今の声はカルーアか。マジャラム少尉、いつの間に。テキーラじゃないのだ。ご心配なく、細かいご説明は後でいたしますわ。そう、それじゃあここからが仕上げよ。みんなデータを転送するわ。これが現在のミッションエリアのスキャン結果よ。ルクシオールはこの位置、エンゼル隊の現在位置はここ、そしてここにジュニエブルの乗る機関、これらがそばに残っている無人艦です。戦える数ではあるけど、まだ少なくはないわ。ミッション目標は敵機関の撃退。カルア、本当に大丈夫かい。あの人に代わろう。ミモレットちゃんを置いてきてしまいましたし。それもそうか。それに今はなんだかこのままいけそうな気がするんです。うん、わかった、僕もフォローするから無理はしないで。はい、ありがとうございます。よし、みんな、目標はジュニエブル艦だ。一気に行くぞ。了解。